高度は30度。どうも、イケリヌです。ということで、今日はですね、これから一人台湾旅行に行きたいと思います。ワクワクドキドキ、空の旅ですね。さらば日本。それでは、リッツラン。お、無事登場しました。今回は、ジャックワットソックスを機内で履くと、足がむくみにくいらしいって聞いたから、持ってきた。準備万端。あと3分で出発なんですけど、未だに隣の人が来ません。文字が読める。入国審査、両替とか、これは多分幸先スタートですよ。じゃじゃーん、ホテルに着きました。見て、やばくない？なんたる可愛さ。今から支度をして、台北101、東京タワー的な何かがあるので行きたいと思います。じゃん、ナベメインステーション、メインステーション一人で、ごめんなさい、あ、B1、 Thank you。地下鉄台北101。おあれ、え、やばい、見てこれ、何これ、これで乗るの、すごい、初めて見た。じゃあこれから電車に乗ります。めちゃめちゃ硬そう。おー、行ったよ。ルルルルルル、めっちゃすごくない？割引券のチケットです。ありがとうございます。イエイ。謎のビルがある。日本よりも不思議な造形の建物が多いから見応えがあります。日本に絶対こんな形の建物とかさ、こんな形の建物とかないよね。ロボットかと思った。まさかの外に出れる展望台があるっぽい。怖い怖い怖い、さすがに外怖くない？めっちゃ風吹いてそう。怖い怖いけど行くっていうね。さすがになんかすごいね、柵が厳重にありますね。あ、全然違う、見て、綺麗だね。すごー。おー。はい、ということで結構景色もねすごく堪能したので、これからご飯を食べに行って、夜市行こうと思います。友達に教わったルーロー飯の美味しいお店があるっていうからここに降りてきたんですけど、じゃじゃーん、金宝ルーロー飯、行ってみます。なんかすごそう、不思議な料理がいっぱい並んでます。とりあえずルーロー飯を一つ頼むのと、やばい、曲が騒ぐと思って、何これ、見えますか、怖いよ。それじゃあ頼みます。你们分开的吗？给我把它搞出来。ルーロー飯がほかほかで美味しそう、とっても。いただきます。美味しい。ちょっと挑戦してみたいと思います。あ、スープ自体はすごい美味しいの。じゃあ脳みそ、いただきます。味はね、あんまないね。味付いてないんじゃないかな。白子っぽい。これにポン酢とかかけたら多分普通に美味しく食べれるんじゃないかって思っちゃうんだけど、狂ってるのかな。反則。こちらの完食、ごちそうさまでした。今から電車に乗ってシリン夜市っていう夜市に行こうと思います。ザ・ナイトマーケットへ。じゃじゃーん、毎日お祭りじゃんね、これ。ほら、みんなこれ吊るされてるプーさんとかいるんだけど、全部怪しいの。顔がさ、長いんだよ。長いの、私の知ってるプーさんじゃない。そこが当たったの、ちょっと頑張ってみるね。いきます。え、この辺を狙った方がきっとね当たるんだよ。ありがとう。頑張れ。眠いよ。でもお風呂に入らないといけないよ。あ、
めの朝けど、これから小籠包を食べに行ってマッサージの予約をしたので、マッサージに行きたいと思います。ビンタイモン着きました。小籠包が来ました。小籠包も来たのでコーラを注ぎたいと思います。どうですかこの肉汁、光ってるもん、光ってる。でこっちがね、カニ味噌、ちゃんとカニのマークくっついてるんだよ。めっちゃカニだ。食べ終わったので今からエスティに行きたいと思います。めちゃめちゃコースがたくさん、アボカドパックっていうのをやってみようと思います。エステを受けてきたんですけど、気持ちよすぎて途中って爆睡しちゃって、その後の記憶が何もないね。でこれからは九分っていう千と千尋の神隠しの舞台になった場所があるので、そこに行ってきます。九分に着いたんですけど、店が閉まっている。全然お店がやっていない。てかなんかさ、全然人も歩いてなくてちょっと怖いんだけど、これはあれなのかな、私神隠しに会うのかな。まっすぐ進んでたら違うとこ行っちゃったりして、どうしよう。夕方とか夜に来るといいって書いてあったけど、これは夕方じゃないとダメじゃないか。だって今8時だよ。私が行きたいねお店が向こうの道を降りた近くなので、行きます。このねお茶屋さんです。これがね有名みたい。本当はねここのお茶屋さんにすっごい行きたかったの。ここのお茶屋さんの1階からさっきのね有名なところを撮るとすっごい綺麗に撮れるらしかったんだけど、行けなかった。でもいい感じに見れはしたからよかったと思った。怖い。あんまり遅くなるとホテルに帰れなくなりそうなんで帰ります。無事ホテルに着きました。着いた。で少し時間があるので、これからちょっとだけナイトマーケットに行ってすぐ帰ろうかなと思います。ナイトマーケットで私はあるものを食べないと帰れません。行ってきます。じゃじゃーん。昨日とまた違うナイトマーケットに行きました。しまった。ジェリー。僕食べてみたいけど、私ここでもうマジで無理なんだけど。本当に勝ちそう。頑張るね。普通に食べてるよ。普通に食べてる。はい、ということで買ってきました、シュウ豆腐。台湾に来たからにはこれを食べないと終われないよね。YouTuberとして。本当に怖い。店の前だからね、あまりまずいリアクションしたくないけど、マジでやばい。やった、いただきます。現在の時刻は午後じゃないよ、午前9時半です。おかげで目が開かないよね。準備完了したので今から空港に行ってお土産買って帰ります。あー眠い。空港に着きました。
これからお土産を買います。急ぐお土産を見ていたらギリギリになってしまった。 OK Thank you. 何やったの。日本に戻ってきました。今回の台湾旅行は私としてはね結構満足でした。なぜならちゃんと観光スポットにたくさん行ったから。韓国旅行の時は全然行けなかったんですよ。行かなかった。今回の台湾旅行は充実した旅行だった気がします。ぜひ高評価よろしくお願いします。それではバイバーイ。